月時間は、かつて存在した、日本の映画館である。正確な時期は不明であるが1920年代には、すでに、東京府北豊島郡王子町大技豊島に、開館しており、帝国キネマ演芸や松竹キネマの上映館であった。河合徳三郎に経営が移って、以降は、河合月時間とも呼ばれた。1940年前後には、 大地震行映画劇場と解消している。第二次世界大戦末期、1945年2月19日の空襲によって、豊島地区は壊滅、閉館を余儀なくされた。戦前に時、映画監督の渡辺守の実家が経営に関わっていたことでも知られる。大都映画が1939年9月14日に公開した、海電波の旋律第二編透明人間編の、 スチル写真。大英郷都設営所が制作し1942年5月14日に、クレナイ系で公開された、維新の曲の金城は大都映画出身であった。東方映画が制作し、同年12月3日にクレナイ系で公開された、ハワイマレー沖海戦のポスター。同館は十番館であるためポスターに、かたなはない。正確な時期は不明であるが1920年代には、 すでに、東京府北多摩郡王子町大技都島137番地に、開館しており、帝国キネマ園芸や松竹キネマの上映館であった。道地は、現在では、明治通りのカーブや、首都高速中央環状線に囲まれる地域であるが、開館当時は、築地通りと呼ばれる、いわゆる産業地に隣接しており、築地通りと交差する道館前の通りは、築地間通りと呼ばれた。 1927年に発行された日本映画事業総覧昭和2年版によれば、同館は石井中次郎の個人経営、観客定員数は444名と記載されているが、同書には同年当時の同館の工業系統については記されていない。当時の王子町には、同館のほか、日活、帝国キネマ園芸、薪のプロダクションの上映館であった王子一万歳館、 松竹キネマ、東和キネマの上映館であったレコード館の合計3館が存在した。1929年には、同館は、河合映画制作者社長の河合徳三郎に経営が、変わり、工業系統も、河合系になり、河合の直営館となった。同年の河合映画は、ネッサの舞、地の曲芸団、乱人、直侍と高知山、貝殻一平前編等を制作。 配給している。1932年10月1日、同館が位置した北豊島軍が東京市に編入され、王子町は王子区になった。1933年6月、可愛い映画は大都映画に改装している。映画監督の渡辺守は実家が映画館であったとされるが、ドキュメンタリー映画、糸の切れたタコ、渡辺守が語る渡辺守における、 渡辺の回想によれば、父の渡辺京三郎が、同館の経営に関わっていたのは、1939年前後から1942年までであり、大都映画の上映館であったという。これは渡辺が尋常小学校に通っていた時期にあたる。1940年前後の時期に、大地進行映画劇場と解消している。渡辺守よれば、 滝野川区西ヶ原町の映画館と上映作品を掛け持ちしており、上映用のプリントを運ばなければならなかった旨のことを改装しているが、この掛け持ちの映画館は西家元大都館である。1942年には第二次世界大戦による戦時統制が敷かれ、同年1月27日には大都映画は新興キネマ、日活の制作部門と合併し、 大日本映画制作株式会社を形成した。それとともに、日本におけるすべての映画が、同年2月1日に設立された、社団法人映画配給者の配給になり、すべての映画館が、紅系、白系の日系統に組み入れられるが、同年発行の映画年間昭和17年版によれば、同館の系統は、紅系10番館であった。当時の同館の経営者は、 宮川リーチ、平井四季神の連名であり、支配人は宮川リーチが兼任しており、観客定員数は458名であった。宮川リーチは、大都映画設立時に監査役を務めた人物である。同年の紅系では、館長を未だ出しせず、維新の曲、南海の花束、不けず、梅里先生行上記流人券、木乱従軍、母の地図、母は死なず、 愛国の花、ハワイマレー沖海戦、富士に立つ影といった同館の大都映画時代には考えられない規模の大作が公開された。この時期の王子区内には、同館及び前日の王子レコード館、王子一万歳館のほか、十条館、昭和キネマ、王子映画劇場、東和キラ映画劇場の合計7館が存在した。1945年2月19日の空襲によって、 豊島地区は壊滅、同館は閉館を余儀なくされた。戦後間もない1947年に撮影された同地の航空写真では一帯がほとんどさ地である。王子区は同年3月15日、滝野川区と合併して北区になった。王子レコード館は王子レコード劇場、十条館は十条映画劇場、東明ら映画劇場は王子東稿劇場として復興し、 王子映画劇場も復興、旧滝野川区の公使館も公師映画劇場として復興したが、1953年3月から同年4月に撮影された航空写真にも、1955年に発行された映画年間1955別撮全国映画感想欄にも、同館跡地あるいは近辺に、後継館は立っていなかった。その後、跡地に、 映画館が建つことはなく、1984年2月にマンション、セントラル王子が竣工し、現在に至る。ありがとうございます。